はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。虎親分の SNS からご紹介したいと思います。今日は2023年の12月26日です。まず、メリークリスマス、虎親分が、政権中に撮影し、発表されておりました、クリスマスメッセージが先ほどリリースされましたので、そちらをまずは最初にご紹介したいと思います。 こちら音楽がついておりましたので、虎親分の音声も音楽も決して私だけの声でお伝えしたいと思います。動機はしません。すいません。そして最後には昨日いつものあのちょっと暗めのお部屋から発表されました、今年の虎親分のメッセージをお伝えしたいと思います。それでは始めます。 天使は彼女に、糸、高者の,の子と呼ばれる男の子、イエスを産むだろうと告げました。9ヶ月後、キリストは、ベチレヘムの町で生まれました。神の御子は、謙虚で安定した姿でこの世に来られました。私たちの信念が何であれ、イエスキリストの誕生と、この驚くべき人生の物語が、人類の歴史の流れを永遠に変えたことを私たちは知っています。今日の私たちの生活の中で、 彼の人生に触れていない側面はほとんどありません。芸術、音楽、文化、法律、そして世界中の全ての人の神聖な尊厳への敬意、クリスマスに私たちは神に感謝します。そして神が私たちのために死に、全人類に永遠の平和を提供するために、ご自身の 一人子を送ってくださったことに感謝します。そして私たちはクリスマスの本当の精神は私たちが持っているものではないことを認識しています。それは私たちが誰であるかについてです。私たち一人一人は神の子です。それがこの時期の本当の喜びの源です。それが毎年のクリスマスを楽しくするものです。何よりもこの神聖な季節に 私たちの魂は世界を救うために巫女キリストを私たちに送ってくださった全能の神への感謝と賛美でいっぱいです。今夜、私たちは神がこの国を祝福し続けることを祈り、すべてのアメリカの家族に喜び、希望、平和に満ちたクリスマスシーズンを与えてくださるよう祈ります。 次、新しいものから過去に遡ってご紹介していきます。あ、クリスマスツリメンバー。こちらも動画なんですが、音楽が入っておりますので、流すことができないので、映像だけお楽しみください。 はい、次。サンタは虎親分に投票をした。メリークリスマス、メラニア夫人とです。ホームアロン2、こちらも回したいと思います。 3年前の今日、虎親分は不法滞在者を追跡する際に、あまりにも無理をした疑いで、ブッシュ司法省が約3年間投獄した元国境警備隊員を恩赦しました。その恩赦を伝えるときの映像をご覧ください。聞いて <noise> Awesome. Well, Gary, we wanted to uh, wish you the very best of Christmases and let you know that the president granted you a full pardon about an hour ago. And You're kidding me. No, it's all done. You are fully pardoned. And a press release just went out. I want to read it for you. Uh, Gary brennan was granted a full pardon today by President Donald J. Trump. 根性のねじくで曲がった梅田の唯一の希望、錯乱したジャック・スミス、沼から出てきたばかりの外部弁護士を雇ったばかりの制御不能な強靭、税例がないことです。トラ氏に対する ヘタクソな魔女狩りを手伝うために制御不能な狂人を含む全ての人々にメリークリスマス。まが、良い人も悪い人も含めた世界の指導者たちも含まれますが、国境解放、インフレ、アフガニスタン幸福、環境に優しい詐欺、高い税金、脳を抱えた我が国の中にいる凶悪犯ほど邪悪で病人な人物はいません。エネルギー独立、覚醒した軍隊、 どの国、ウの国、イスラエル、イラン、オール電気自動車の狂気、その他多くの国々がかつて偉大だった米国を破壊しようとしています。彼らが地獄で腐りますように、改めましてメリークリスマス。次、こんな素晴らしいことをしてくれた皆さんありがとう。この看板のことですね。次、ABC フェイクニュースから AGA のソフトボールの質問。 ガーランズ・ボス、リサ・モナコ。梅田はこれまでにあなたや AG に機密文書操作、梅田カリウドの操作を持ちかけたことがありますかあるいはあなたに影響を与えようとしたことがありますかと、彼はトラス氏に対してそのようなことをしたことがありますかリサ・モナコの偽りの答え。い,いえ、司法長官はこの点について非常に明確でした。 全くの嘘です。彼はいつも彼らに話しかけ、彼女は錯乱したジャック・スミスや他の人たちに話しかけます。彼女はまた、オフィスの外でトラッシュを獲得するために何年も必死に戦ってきた、本質的に彼女の上司であるアンドリュー・ワイズマンのようなクズたち、あるいは錯乱したジャック・スミスを助けるために連れてこられた新しい弁護士とも話します。 全ては不代入れ妨害に関するものであり、梅田はガーランドとモナコに、そして迅速に行動するよう促していました。彼らはアメリカ国民、そしてアメリカ最高裁判所さえも愚かだと考えています。いいえ、根性のねじくれ曲がった梅田はガーランドやモナコに対して、カリウドやトラシについて一度も話したことはありません。それは、今年の嘘、 獲得します。次。オバマケアは高すぎるし、そうでなければ良い医療とは言えません。はるかに優れた、より安価な代替品を考え出します。人々は悲しむのではなく、幸せになるでしょう。次。12月23日時点での不代入平均は538です。ただし、 62.4%、デサンクティモニアス11.7、バードブレイン10.8、ラマスワミイ4.8、4.0、ツサンナクリス3.1、アイーダ0、ヘイリーサージア、デサンクタスバウンズはありません。得られるのはフェイクニュースだけです。次、性的を投獄したい、根性のねじくれ曲がった無能な大統領がいて、気分転換のために、 法執行機関のあらゆる手段を違法に利用してそうします。私たちは狂気と破滅から国を救うために命がけて戦っています。マガ二2024次。2024年は、米国史上最悪で最も腐敗した大統領であるひねくれた梅田、全米の司法省、F 機関、検察官、 検察当局による完全に組織化された大規模な違法不大で干渉の都市として定着するでしょう。しかし、それにもかかわらず最終的にはアメリカを再び偉大にしたい勇敢で素晴らしい愛国者たちにとって大きく輝かしい勝利が得られるでしょう。皆さん、メリークリスマス。次。 記事です。ニューヨーク、ニューズウィークの記事が貼ってます。タイトルだけです。エンゴロンハンジとマイケル公園の関係を説明。そして最後に、一日早く出されましたメリークリスマスの虎親分のメッセージをご紹介したいと思います。お話しされている内容をまずご紹介してから虎親分の生の声をお伝えして終わりにしたいと思います。 メラニーと私は一年のこの神聖な時期に皆さんが幸せで楽しく素晴らしいクリスマスシーズンを過ごせることを願っています。世界中のクリスチャンは2000年以上前、神が全人類の救い主としてご自身の一人号をこの世に送ってくださったことに感謝しています。イエス・キリストの誕生は私たちが毎年クリスマスに祝う真の奇跡です。神は私たちの喜び、希望、 平和と善意の究極の源です。家族や大切な人たちと集まるとき、一年でとても素晴らしい時期です。だからこそ私たちはメリークリスマスという美しいフレーズを言うのをやめることはできないのです。この休日に私たちは、神が私たちに与えてくださった多くの祝福に感謝します。国内外の制服を着た男女の安全を祈ります。そして、 これからのこの重要な年に私たちを導き力を与え見守ってくださるよう神にお願いします。彼の助けにより来年の今頃までに私たちはアメリカをこれまで以上に安全でより強くより大きくより豊かにする道を順調に進んでいることでしょう。メラニーと私はあなたにとても楽しいクリスマスを過ごしてもらいたいと願っています。 Melania and I would like to wish everyone a happy, joyous and wonderful Christmas season. In this holy time of year, Christians everywhere give thanks that over 2000 years ago, God sent his only Son into the world to be the savior of all mankind. The birth of Jesus Christ is the true miracle we celebrate each Christmas. He is the ultimate source of our joy, our hope, and our sense of peace and goodwill as we gather with family and loved ones. It is such a great time of the year. This is why we can never stop saying that beautiful phrase, Merry Christmas. This holiday, we give thanks for many blessings God has bestowed upon us. We pray for the safety of our men and women in uniform at home and abroad, and we ask God to guide us, give us strength. And watch over us in this pivotal year ahead. With his help, by this time next year, we will be well on our way to making America safer, stronger, greater, and more prosperous than ever before. Once again, Melania and I wish you a very Merry Christmas. God bless you all. May 2024 be the best year of our lives.